はい、ということでドッグサロンファミリアの動画が始まります。よろしくお願いします。はい、今回はいつもと違い、急遽ですね、重大発表としてこの場をお借りして皆様に、ご報告したいことがあります。はい、それは私、ジンジンですね、スタッフジンジンが、この度作曲家としてデビューすることとなりました。ありがとうございます。はい、でことの、経緯をですね、ざっくりお伝えさせていただきますと、皆様が、ご存知の通りこのお店ドッグサロンファミリアですね、日頃、YouTube やTikTok など動画の SNS を利用させていただいております。その上で編集するにあたってどうしても頭を悩ませていたというか、考えなきゃいけなかったところが音楽っていうのがありまして、はい、今までその他の方が、作成した楽曲をこう、挿入したりとか、はい、させてもらっていたんですけども、しかしですね、今の時代、とても便利になっておりまして、音楽の楽譜や譜面などですね、そういった基礎となる知識がなくとも音楽が作れる時代が到来しました。はい、もう僕もですね、音楽の知識とか全くゼロの中で、ただこの音楽ってどうにかして今できないのかなと思って、自作できないか、それを自分なりに、思いを込めて、作れないのかということで、リサーチしたり勉強を重ねたところですね、どうやら AI の力を使うことによって、はい、曲作りが可能ということを、知りまして、はい、しかもその、まあ、その契約というか、ソフトといったらいいのか、その AI を作成している会社さんに月額にはなるんですけども、料金を支払うことで商用利用だったりとかで、まあ、一番ネックだったのが著作権っていうところなんですけども、この著作権もそのものがその楽曲、AI 生成を作った会社さんの、ルールに準拠したものであるならば、その作成者に委ねるということで、著作権も自分のものになるっていうことだったので、はい、契約をさせていただきました。はい、そのためですね、そこでひたすら、最近は楽曲制作に明け暮れておりまして、はい、で最近の動画で使用されているのはもちろんなんですけども、はい、で、あとはその著作権そのものが自分に委ねられているっていうことで、ディストリビュートっていう、いわゆる、配信代行会社っていうところとこの度契約することとなりまして、はい、なので実質的に作曲家としてデビューすることになりました。ありがとうございます。はい、で、その会社さんはですね、実はアメリカの会社さんなんですね。はい、ということで有名な配信先で言いますと Apple Music さんで、 iTunes さんで、 Amazon Music さん、あとは Spotify、あとはこの YouTube Music っていう部類があるんですけど、そこだったりとか、あと TikTok ですね、はい、などで配信されます。というよりもすでに僕が楽曲を提供させてもらってる曲が何曲かあるんですけども、はい、すでにその、まあ、作る活動っていうそのものが今年の5月頃から開始しておりまして、もうすでに配信はされております。で、TikTok なんかで言いますと、ビジネスアカウントではどうやら使用はできないみたいなんですが、個人のアカウントであれば、楽曲検索のところに、ジンジってひらがなで検索していただきますと、僕が作った楽曲が、ずらっと、表示されるので、で、
表示されます。ですでにですねその逆あの楽曲を使ってもう何作品かの、 あの動画に、起用されているっていうことで本当にありがとうございます。はい。そして、作詞もちょこちょこと手掛けることはあるんですけども、基本的にはあのインストゥルメンタルっていういわゆる BGM になるような曲がメインで、作成させていただいております。はい。ですが時にあの作詞を手掛けることもありまして、で、しっかりあの作詞をですねあの作り込んだ曲もあのございますので、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけども、そんな、まあ、あの作曲家として今回あのこのお店ドッグサロンファミリア の、 あのテーマ曲を作成、させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、さらっと重大ニュース2つ目なんですけども、はい、それでですねあの作詞を作り込んで、そして作曲も、まあ、僕なりに思いを込めたものが今回できましたので、本日は皆様にそのテーマ曲とともにミュージックビデオっていうのも合わせて作成させていただきましたので、最後までご視聴いただければ幸いです。おはよう。はい、それでは早速ですけどもどうぞご視聴ください。優しい手がワンコを包み込む、心地よい足がそっと撫でる、泡のようにふわり愛が広がり、ここで過ごす時間が宝物の、ファミリア愛で満たされた場所、笑顔があふれる温かな空間、みんなで心に刻む優しさに包まれた愛情ビオ、ハブパックがふんわり香り漂う、穏やかなひとときが癒しを運ぶ、仕上がったその姿に笑みがこぼれ、心に残る温かい余韻、ファミリア愛で満たされた場所、笑顔があふれる温かな空間、家族みんなで心に刻む優しさに包まれ、愛情ビオ、ここで過ごす時間が絆を深める、ふとした瞬間に感じるぬくもり、家族とお店が未来を紡ぐ場所、静かなこの時に耳を澄ませば、笑い声が響く店内から、この愛がずっと続きますように、ファミリア愛で満たされた場所、笑顔があふれる温かな空間、家族みんなで行こう、ドッグサロンファミリア、優しさに包まれた愛情ピオ、ファミリア愛で満たされた場所、笑顔があふれる温かな空間、家族みんなで行こう、ドッグサロンファミリア、に包まれた愛情ピオ、
はい、いかがでしたでしょうか。歌ってる方はね、もちろん自分でもなく、スタッフでもありません。その AI が生み出した歌手の方なんですけども、全く AI とその感じさせない素晴らしい歌声を披露くださいました。はい。でですね、今後は他企業やその何でしょう、お店さんなどの、BGM やテーマ曲の、提供させていただくっていうお仕事だったりとか、作成ですね、曲の、作成など携わらせていただければなと思うんですけども、何分これはもう副業になりますので、できる範囲で携わらせていただければありがたく思いますし、ぜひそんなリクエストとかご要望あれば DM とかあるいはコメント欄に残していただければ幸いでございます。はい、それではですね、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。